新型カムリ2024年、最新情報アメリカで発売開始、日本で発売は、2024年モデル、トヨタカムリ進化した運転体験と、革新的な安全性能、新世代カムリの全貌、2024年モデルの魅力を、深掘り、トヨタは、2024年モデルのカムリを、全面的に刷新して、アメリカで発売を開始しました。今回は、新型カムリの各種仕様について、詳細に解説します。ボディサイズとデザイン。新型カムリは、長さ 192.1 インチ、約488センチメートル、幅 72.4 インチ、約184センチメートル、高さ56.9インチ、約145センチメートルの寸頭を持ち、ホイールベースは 111.2 インチ、約282センチメートルです。これにより、フロントで 42.1 インチ、約107センチメートル、リアで38インチ、約96センチメートルの足元空間が確保されており、広々とした室内空間が提供されています。全長 192.1 インチ、約488センチメートル、全幅 72.4 インチ、約184センチメートル、全高 56.9 インチ、約145センチメートル、ホイールベース 111.2 インチ、約282センチメートル、車両重量3310ポンド、約1501キログラム。インテリアの特徴、カムリの内装はより快適で高品質な感触を提供するよう再設計されました。標準装備としては、Android Auto および Apple CarPlay に対応した7インチタッチスクリーン、複数の USB ポート、6スピーカーのオーディオシステムなどがあります。また、ソフトタッチ素材の使用増加や人間工学に基づいた改善が加えられています。インテリア寸法、フロントヘッドルーム 38.3 インチ、約 97.3 センチメートル、リアヘッドルーム 38.0 インチ、約 96.5 センチメートル、フロントレッグルーム 42.1 インチ、約107センチメートル、リアレッグルーム 38.0 インチ、約 96.5 センチメートル、フロントショルダールーム 57.7 インチ、約 146.6 センチメートル。新型カムリのインテリアは高品質な素材を使用しており、特にドライバー側のセンターコンソールには硬質プラスチックが使用されていますが、全体的には洗練されたデザインです。シートは適度に硬く、長時間の運転でも快適です。また、7インチ、または9インチのタッチスクリーンを中心に配置したインフォテインメントシステムは、Android Auto や Apple CarPlay に対応しており、直感的に操作できます。安全性と技術、カムリはトヨタセーフティセンス 2.5 を全車種に標準装備しており、歩行者検知付き衝突回避支援システムやレーンキープアシストなど先進のドライバー支援システムが豊富です。しかし、ブラインドスポットモニターやリアクロストラフィックアラートは XL トックスでは標準装備で、ルト SE ではオプションです。新型カムリはよりダイナミックなハンドリングと反応の良いステアリングを実現しており、特に SE や X のグレードではその差が顕著です。また TRD モデルではサーキット向けにチューニングされたシャシーや強化された構造により、ほぼスポーツセダン並みのハンドリングを提供します。これにはパワフルな V6 エンジンが標準装備されており、そのスムーズで力強いパフォーマンスはトヨタのラインナップの中でも際立っています。エンジンと性能、標準搭載されているエンジンは 2.5 リッター4気筒で203馬力と184ポンド FT のトルクを発生します。このエンジンは8速オートマチックトランスミッションと組み合わせられ、効率と反応性の良い運転感覚を提供します。パワーを求めるユーザーのために、他のトリムでは V6 エンジンも選択可能です。燃費はモデルやエンジンの選択によって異なりますが、基本の 1.5 リッターエンジンは市街地での UPA 推定燃費が 28mpg リッター、約 11.9km です。また、ハイブリッドモデルも提供されており、燃費を最大限に高めたいユーザーに適しています。市街地燃費 28mpg リッター、約 11.9km。ハイブリッドモデル、カムリのハイブリッドモデルは特に燃費性能が高く評価されています。ハイブリッドルトリムでは市街地と高速を合わせた総合燃費が 52mpg と非常に高く、他のハイブリッドモデルも 46mpg の優れた燃費を実現しています。これは低転がり抵抗タイヤの採用とリチウムイオンバッテリーを搭載した電気モーターの効果によるものです。2024年モデルは技術的な特徴のアップデート、内装素材の向上、ボディスタイルのわずかな調整を通じてより現代的な外観を採用しています。エンジン仕様は似ていますが、キャビンとテクノロジーの改善により現代の消費者の期待に応じたアップデートが施されています。最後に、新型2024年モデルのトヨタカムリはその進化により自動車市場における位置づけを
をより確固たるものにしています。運転の楽しさを追求した TRD モデルでは、サーキット用にチューニングされたシャシーや強化された構造により、スポーツセダンに迫る走行性能を実現しています。また、環境に配慮したハイブリッドモデルは、特に燃費性能が高く評価されており、経済性とエコロジーの両立を目指すユーザーに最適な選択肢を提供しています。安全技術に関しても、トヨタセーフティセンスをはじめとする先進のドライバーサポートシステムを全車種に標準装備することで、予防安全性を大幅に向上させています。これにより、ドライバーや乗員だけでなく、他の交通参加者の安全も配慮されています。内装においても、質感を高めた素材の使用や、エルゴノミクスに基づいた設計により、長時間の運転でも疲れにくく、快適なドライブをサポートします。新型カムリの多様なモデルラインナップと、それぞれの特性は、様々な顧客ニーズに応えることができるよう設計されています。スポーティーな走行を楽しむための TRD モデル、燃費性能を重視するハイブリッドモデル、そして快適性を追求した XL や X など用途や好みに合わせた選択が可能です。これらすべてに共通しているのは、トヨタの持つ高い品質基準と信頼性の高いエンジニアリングに基づいていることです。トヨタカムリは新たな技術と洗練されたデザインの融合により、ただの移動手段を超えた価値を提供しています。それは安全で快適、かつ環境に優しい未来型の自動車として、多くの人々のカーライフに新しい色をもたらすことでしょう。日本での発売が待ち遠しいです。